宮田和人のミヤチャンネルへようこそ。ね、箱がちょうどいい感じでこう首のここに来ておりますけれども、後ろの照明ちょっと変えました。ツイッターでねパリピ仕様のやつアップしてるんで遡ると出てくると思います。色固定にしてますけど、パリピ仕様のやつはねこう7色でバサバサいっぱい光らせておりますけども、今日は、ジウンさんの、クレーン M3 の、小型軽量ジンバルなります。はい、前回の動画見てくださった方はああそういうことねっていう感じだと思うんですけども、 Z6 に、Z マウントなんですけども、変換のアダプターを介して、E マウントの 20mm2.8 タムロンの、ソニーのレンズをくっつけてちっちゃくしてね、軽量コンパクトで広角、まあ、2.8 というレンズをつけました。っていうのもこれを持って歩きたいと。うん、ここ最近ちょっと出て歩いたりした時には不要不急はあれなんですけども、なんか写真よりも動画を撮って歩いてる方が結構多くて、で、昔はねずっとブログのためにいっぱい写真アップし撮って、ブログアップしたんですけども、最近の動画多くて、で Vlog のスーパーコンビ、GoProヒロー10と危ないまたオズモっていそうなった DJI ポケット2、オズポケ2がね超小型軽量小型のもうマックスね、あれでもう 4K60 まで撮れちゃうんですけども、結局なんかあれって終わらせちゃってることが多くて、でこの間ちょっと八雲町っていうところに行った時に、明治40何年とかのね建物に入った時になんか撮らせてもらったんですよ。まあ全然自由に入場無料で皆さんの町民憩いの場という感じなので、もう全然フリーな場所だったんですけども、なんかこうせっかく持ってるのに使ってないなっていう、何をってなるんですけども、これです。よいしょ、これですね。僕の顔が見えない。はい、モザエアクロス2でございます。でかい。で、Z6 に僕明るい広角レンズ持ってないので、結局24ぐらいで撮ろうと思うと、前の動画でもお見せしたんですけど、タムロンの24-70-28、まあ、サードパーティーですけど一応第3弦、レンズの方が重くてバランス取るのが非常に大変で、モーターパワーフルパワーなんですよ。でちょっと変な角度とかにするともう振動、起きてブルブルブルってなってフィルターで調整しても、できなくて、オーバーフローしてたまにこのジンバルがねスリップというか、それ以上無理っつってこうカチャーっていうカチャーってなったりする時があって、いやわざわざ準備して持っていくっていう感じなんですよ。こう、まあグリップついてるからでかく感じるっていうのはあるんですけど、でここに Z つけるんですけども、結局 F2Z でレンズがつくからやたらでかいんですよ。すげえ大掛かりでなんかザー撮ってますみたいな感じで何回かやったんですけど、わざわざ持っていくのも大変、こうなんやかんやで大変で、もう少し気軽に撮りたいということで、今回クレーン M3 を導入してみました。それにあたり結局24-70の28だと重すぎるので、単焦点のちっちゃい広角レンズを探してたら、まね、ニコン用ではあんまりないですけど他社のねレンズであったので、これはこの際ちょっと E マウントに変換して Z で使ってみようかっていうので、まあ、ちょっと興味のある方は前回の、Z マウントに E マウントのレンズをつけた動画をご覧いただければと思いますけども、そういう感じにしてみたというわけでございます。というわけで、開けていきましょう。はい、箱から開けてきました。箱から出してきました。ジューンテックさん、ジューンテック .com、この辺はね、今ちらっと見たら、英語とどこかな、中国語かな、でまあこんな感じで、バランスの取り方的なやつが書いておりますが、一切日本語がないのでまあいいかなという感じでございます。はい、では入れよ。じゃーん、ちっちゃ
ちっちゃ、すげえちっちゃい、マジで。いや結構皆さんのレビュー動画を、見てたんですが、実際生で見るとちっちゃい。なんか初代オズモ、初代オズモ覚えてます？覚えてない。一応僕ね、オズモフルユーザー初代オズモ、2代目の DJI オズモポケットで、今の DJI ポケット2つって、オズモはね全部持ってるんですけども、初代のオズモみたいな感じ、あの目玉の親父みたいな。はい、でこれが、あ、初代のオズモ、なんかちょっと写真でも差し込んできます。こんな感じ。はい、何年前の写真でしょうか、さっぱり分かりませんが、サービスカード、これにはクイックスタート、クイックスタートって読めるってことは JP 日本語、あ、この中にはあの日本語の説明が書いてるっぽいです。はい、で、食べられません食べられません。これは何でしょう、ウエットティッシュみたいなものかな。はい、これあの三脚ね、一番下につける。はい、三脚もう最初から本体から出すよって話ですよね。はい、本体です。よいしょ。いや、すっげーちっちゃい、マジで。これにミラーレスフルサイズ、まあ皆さん使ってるからですけど、乗っちゃうんだ、すごいな。もう本当にこれならあのいつも、ジンバルのね動画を出されてるあの、ヒカルさんもね、あのこれだったら東京とかに旅行に持ってってもいいって言ってる意味が分かった。これなら旅行に持って行きたいジンバル。なんかオズモだって、まあまあ DJI ポケット、オズポケ2でもいいんですけど、なんかせっかくならちゃんとしっかり撮りたいなと思う時に、あんな仰々しいシステムを持っていくのはなかなか、よいしょ、しんどい。これすごい、よいしょ。そしてこれがなんかワンタッチで、よいしょ、止めれる、ちょっと不思議なマウント、クイックプレートカチャンってやつですね。でこれがきっとここに止まるネジでしょうね。はい、ここからこうしといて、あとでカメラを乗せて、よいしょ、この方がいいかな。ドッキング、ここ見えます？ここちょっと V の字になってて、ここにね多分こう入るんだと思うんです。違うかな、うん、今ロックしてないからちょっと分かんないんで、あの入んないときは無理しない。はい、そして何かな、コード類かな、あ、なんか山盛りコード入ってる。はいバサッ。これ何、あー、カラーフィルターか、カラーフィルターです。よいしょ、あ、マグネットなんだ。赤、白、黄色、白はないです、白は何もつけなきゃしょ。オレンジ、黄色、青、これね、よいしょ、ここ LED が光るんですけども、よいしょっと、これ全色ついたら気持ち悪い色になるでしょうけど、まあ、こんな感じで色をねあの変えて、まあ、カラーシフトをしようと思えば、まあ、できますよみたいなところもあるんでしょうけども、あ、これ磁石なんだ、なんか俺カバーかと思ってた。あ、これはちょっと便利ですね。はい、というわけでこれ磁石でここで色変えれます。はい、一番下がガッチリついてるのでちょっと取りづらい。はい、ということでカラーです。はい、あとは USB-C と、マイクロ USB とか普通の USB タイプ A とタイプ C、タイプ C の L 型と、あ、 L 型のタイプ C とマイクロか。はい、なんかそういういろいろカメラとも接続できたりね、あのここにも端子がついてるんですよ、 USB-C、 C だよね、うん、C のところにカメラのマークがついてます。よいしょ、見えるかな、よいしょ、カメラのマーク、でこれがマイクかな、ついてます。ちなみにここは稲妻マークなので USB-C なんですけど、電源です。はい、充電しろという感じでございます。はい、では横4分の1インチのネジ切ってあるので、ここであのいろんなアーム出してモニターを出したりとか
するちょっと拡張性もあるという感じでございます。はい、はい、バランス調整終わりました。今ねこれ全部オールフリーでございます。 お酒みたいになってますけども、はい、ここでちゃんと止まってます。はい、止まってます。ちょっとずれてるかな。 OK かな、 OK かな。うん、で皆さんが言ってた通り、これちょっとロックするか。よいしょ、こことロックの位置もね、もうモザエアクロス2で慣れちゃってるんで、場所どこかなって探すのがあれで、今ちょっとここだけロックしましたけども、これねもうこれ調整幅がもうこれ以上後ろに下がれないので、傾くとゆっくりずれていっちゃう、うん、これはねもうこれ以上調整できないという感じで、まあ、グルーンって回るわけじゃないので、なんか噂によるとモーターパワー結構強いので、この辺このぐらいであれば何の問題もないんじゃなかろうかというところで、よし、オールフリーにしましょう。オールフリーにしました。そして電源オン。あー、来ましたね。で、分からないので、後ろの背面、イングリッシュにしました。これどうしようかな、後ろから撮る、後ろから撮る、ちょっと待ってくださいね、一回ちょっと切るか。よし、逆に僕がこっち側に来ました。どっち側だよ。よいしょ、でオン、ジン。中国語と英語しかないので、まあまあとりあえず英語 GO。 そして、タッチパネルなんですけども、 1.2 なんぼって感じだっけ、見やすいですね。はい、でオートバランスはどこかな、ちょっと探します。右下のセッティング、一番上のオートキャリブレーション、スタートっていうとスタートしてくれます。見えるかな、わずかにこうカタ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 っていう感じで震えております。モザのねエアクロス2はね、カチョン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 ってすごいんですよ。カチョン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 ってなんか微振動な感じで可愛いですね。で OK であれば OK なのかな、はい、これで OK、 これでもうよいしょ、もう大丈夫と。はい、こういう感じで大丈夫になりました。あ、でついでに言っちゃうと、よいしょ、ここよいしょと、接眼はね、どうしてもねこの状態の時に当たるので、僕も外しました。やっぱり当たりましたね、このアイカップ接眼のところは。はい、こんな感じでございます。よいしょ、はい、こんな感じでございます。うん、いいですね。現在何でしょう、パンフォローになってるのかな。これが今ロックモード、オールロック、よいしょ、オールロック、はい、になっております。はい、で横のねここのダイヤル、ここグリグリ、このグリグリをね長押し、はい、長押しすると LED 光ります。でこれで光量を上げたり下げたり、これもねここのゲージで何パーセントかっていうのが分かったりするので、非常に便利でございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そしてこれで、ケルビン数を変えれますね。オレンジになったかな、こんな感じ。はい、5400、上が5400から下が2600、うん、でさっきの、マグネットのフィルターつけるといろんな色に変えることができますよという感じですね。はい、でこれ長押しオフ、うん、まあ、これ使う使わないは結構その人の、いろんな、よいしょ、使い方の用途に応じてって感じですけども、あとここの横にもねレバーがあってアサインできたり、ここの下にねプラスマイナス M か、 M とマイナスってボタンがあって、これで録画が開始されたり、これも本体とさっきお見せしたカメラのマークの USB-C でやると、できるんですけども、まあ僕は普通にパンフォローモードでただ持って歩くだけなので、よいしょ、あ、これフリーだ、パンフォロー、うん、これパンフォローだね。パンをフォローしてくれるだけでいいかな、こんな感じで、こんな感じで、でパンフォローなので、よいしょ、上下はなしと、
いう感じでございます。細かいセッティングとかは、もうねこれ出てから半年以上も経ってるので、他の方のレビューの方が絶対詳しいと思うので、僕が今ここでねだらだらと、中途半端な説明をするよりも他の方の説明を見た方が、さらに僕設定を煮詰めたいと思うので、スミズンさんのねこのパーの動きとか、もっと滑らかに、今結構こうクイックイって動いてるんですけど、それをねなんかセッティング、変えれますよ。もっと滑らかにゆっくりこう、あの手首のこのちょっとしたブレでもいかないようになるセッティングとかがあるそうなので、その辺に詰めていきたいなと思っています。で今撮ってるのが土曜日で、今日ちょっと天気悪かったんですけども、明日ちょっと日曜日なので、このセットでどっか全然場所決まってませんけど、どっか撮っていきたいなと。ちょっと作例っつってもどうしようもないんで、これのジンバルの作例っていうよりは Z6 にE マウントでオートフォーカスがどういうふうにまあ動いてちゃんと使えるのかなっていう、でこの小型の運用パターンでまあいけるかっていうのを撮っていきたいと思います。で撮ってそれ見てからエンディング撮ろうかということで、ちょっと一旦ここで、ストップしたいと思います。じゃあ一応いけると信じて作例レッツゴー。はい、というわけで無事行ってこれました。はい、天気がねいい感じなんですけども、途中で雨が降ってきたんですが、下がねあの桜の木の枝の 根がねこう出ていたりして、結構ボコボコとまあまあ不安定なんですが、まあ、気を取られながらも歩いても、やっぱりあれですね、 DJI ポケットみたいなああいう簡易ジンバルと違って上下の揺れが、一応意識はしてるんですけど、そんなにね僕ジンバルウォークうまくないんですが、こんなにビタッと撮れております、はい、でこの時はね 4K の30で撮ってるんですけども、この動画自体はね1080なんで、まあ、一応落としてます、はい、後日またこれ再編集して、この、石崎地主海神社だけの動画を 4K で、撮ろうかなと思っております。でね、ND フィルターがねまだ到着していないので、これはノー ND フィルターなので、シャッタースピードがすごい速いので、ちょっとパラパラとシャッタースピードが速くなってパラパラとしているのはご了承ください。ここね、下砂利で、あんまり分かんないと思うんですけど、結構地味に上り坂で、意外と足取られながらもこう登ってるんですけども、そんなにこう何て言うんでしょう、首振りの上下がなく、モーターパワーが強いのかしっかりと支えてくれている感じがいたします。はい、どうでしょうか。うん、片手でずっと運用するのはまあね、さすがにきついかなと思うんですけども、それでも持ってやれなくはない感じですよね。ジンバル自体も軽いですし、カメラも、コンパクトな、感じです。で、ね、言ってますけども、Gマスターじゃなく、Z マウントに、ソニーの E マウントをつけてますけども、一応オートフォーカスしっかり追従してくれてますね。リアルタイムオートフォーカスなので、こっちでマニュアルではなくカメラ任せにオートフォーカスを合わせて、撮っております。どうでしょうか。こんな今ねちょっと階段からおっとっていう感じになっておりますけども、はい、でこれパンフォローモードだったので上に向けても上上がんないんだ、上がんなくてジョイスティックでねちょっとギュンって上げたんですけども、まあ、この辺もね、慣れが必要かなと思っております。はい、こちらはですねうちのメンバーと行ってきたんですが、うちのメンバーが、iPhone 12 Pro にモッツァのミニ MX のジンバルで撮ってくれております。あんまりね上手ではないんですが、も、こちら後日また別な動画で、このシーン使うかどうかわかんないんですけれども、ご興味のある方は、このだけのシーンのやつを別に作ろうと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか。無事、まあ、今撮ってるの月曜日なんですけども、昨日日曜日行ってこれました。途中でね雨ポツポツ降ってきたりして、まあ、ちょっとあれだったんですけども、神運の、クレーン M3 に Z6 で、 Z6 のレンズはなぜか E マウント 20mm2.8 の広角、このコンパクトがやりたくて、レンズを E マウント用のソニーの20の 2.8 にして、ここにね Z に E マウントをつけれるアダプター、これは前回の動画に、してますので、興味のある方は、興味ある方少ないのかな見てみてください。はい、よいしょ。
小型ですごい軽かったので、持ってて、まあやっぱりね、モザエアクロス2になるとね、こんなになるので、持っていくのも邪魔ですし、車に積んどくのも結構かさばるし、下ろしてセッティングして、あ、そう、セッティングといえば、このアームのロックする機構が3箇所あるんですよ。だいたいロックする場所って、普通のジンバル1箇所しかないので、バランス取り終わった後に持っていこうと思って、このアーム類をロックしようとすると、今もね、ここ、こんな感じで当たってるんですけども、当たるギリギリのところに、でロックができる、3段階あるので場所を、こう移動してロックできるっていうのはすごい楽です。他のやつだとロックできないので、結局、バランス取った後にまたバランスをまあ崩して、でロックして現場に持ってて、もう一回バランス取って、すごいめんどくさいんですけども、バランスが取れた状態で現場に持ってって、ロック解除すればすぐ使えるっていう、これはね、ヒカルさんも言ってましたけども、超便利でしたね。ヒカルさん、ヒカルのノースランドさん、いつも見てますよ。これすごい便利、僕もそう思いました。他のジンバルはね、やっぱりね、ロックする場所、特にモザーなんて重たい僕レンズつけちゃうので、バランスがね、結構キワキワのところが多いので、アーム類をロックしようとすると結構いろんなところが当たっちゃって、もうロック全部できないので、バランスを結局全部崩してロックしてみたいな、で現場持ってってロック外して、またバランス取ってっていうね、結構ね、現場でもう一回バランス取るっていう作業がうんざりするっていうね、これはね、ないので、ほんとね、これ、あ、これは全部のジンバルに採用した方がいいよ。もしクレーン M4 が出るんだったら、ロックする場所をその4段階か5段階にして、もうちょっとこうロックする場所増やしていただいても、すごく嬉しいかもしれません。はい、という感じで、このセットで、あ、それとね、やっぱりね、このなんでしょう、チルトがね、バリアングルじゃないので、どうしてもこう持って歩くと、よいしょ、ここね、ここのところにモニターが来ちゃうので、大体の絵の構図はこう見えるんですけど、こうね、周りをもう見なきゃならないし、こうジンバルもこう、ね、ちゃんとなってるか見なきゃならないし、ここも確認しなきゃならないし、で、テストで撮ってきたところは結構砂利とかで、下が、ね、土とか木の根っこがあって、こう下を確認しながら歩いてたので、ピントが、ね、来ているかどうかわからないところも結構あって、いかんせん Z に E マウントつけてるので、オートフォーカスはなんか安心して任せきれるっていう感じじゃなく、ちょいちょいどっか行っちゃったきり帰ってこない時もあるので、その辺がね、見れないので、やっぱりバリアングル、ね、唯一ルミックスの G8 のバリアングルあったんですけども、先日メルカリで売りまして、購入していただいた方、ありがとうございます。はい、という感じで、ちょっとね、バリアングル液晶の、カメラも検討中でございます、という感じでございます。はい、というわけで今回は新しいって言っても、まあ出て半年くらい経ってますけども、僕にとってはニュージンバル、新しい、ジンウンの、クレーン M3 を導入したというお話でございました。それでは。